のこの日描いてた初めての夢は名前のせいもあるのか漫画家になることだけど初恋の人に初めて曲を作ってそれ以来音楽に惹かれた思った通りの人生生きているようで思いもよらない道のり歩んできたんだサラリーマンに経営者工場でも働いてなぜか今歌を歌ってるたった一度の出会いで人生は変わるものいつだってきっかけをくれたのは目の前にいる人流れるままに生きてきたけれどこれが自分の道だって今なら言えるからうつむかないで胸張って生きろ目の前にいる人がほらお前を待っているありがとうございます何も考えてなかったわけじゃないむしろ単純なことを複雑にする方をだけど悲しいことに悩んで出した答えは何一つ役に立たなくてそうかと思うと誰かのためにしたことが不思議と未来の扉切り開いてくれた作曲したり教えたり人前で話したりそれが今仕事になっているたった一人のために自分にできることはただそれだけを考えていたら全てがうまくゆく流れるままに生きてゆけばいいこれが自分の道だって示してゆけばいいうつむかないで胸張って生きろ目の前にいる人にまだできることがある落ち込んだりはノーノーノーこんな自分を今も待っている人がいるから成り行き任せそれでもいいじゃない筋書きのない物語それこそが人生Bye.